テニス全米オープン第4日、29日、ニューヨークナショナルテニスセンター。2度の優勝を誇る世界ランキング88位の大阪なおみ、フリー、が、2回戦で敗れた。2023年全仏準優勝で同52位のカロリナムホバ、チェコ、2、第2セットに3本連続のセットポイントを握りながら、3の66対7のストレートで敗れた。 最後まで自分のリズムをつかめなかった。最大のチャンスは、第2セットの5、4リード、自分のサーブで3本連続のセットポイントを握ったところだ。4オールから、この試合、相手のサービスゲームを初めてブレイク。流れは大阪にあった。しかし、ダブルフォルトなどのボンミスで全て逃すと、最後はタイブレークで力尽きた。相手の多彩な球種とコースで、大阪は翻弄された。 ストロークでは中途半端なスピードの逆回転のスライスを使われミスを誘われた我慢してスローペースに付き合えば相手はネットに出てきてボレーで決められた4度の4大大会優勝を成し遂げた時は怖いもの知らずだった相手がスローペースを仕掛けてもミスなどを恐れずにラケットを振り切ったしかし今ミスが怖い体力や技術は戻っても 怖いものなどなかった当時のメンタルに戻すには、あまりにも失うものが大きすぎるのかもしれない。